誰にも見とられたくない。俺は一人で死にたい。と、公言していた平成の大横綱貴乃花が、2023年9月、突如再婚の発表をして世間を驚かせました。さらにその再婚の相手は、初恋の人で、10代の時に交際していた女性だったのです。前妻である、元フジテレビアナウンサーの河野恵子さんとの結婚や、女優の宮沢りえさんとの婚約など、相撲人生だけでなく恋愛遍歴も華やかな貴乃花ですが、彼女は当分作らないと周囲に話していた貴乃花はなぜ再婚に踏み切ったのでしょうか。そこで今回の動画では、新しい奥さんとの馴れ初めや過去の恋愛遍歴、そして貴乃花の今後の相撲界復帰への可能性について考察させていただきます。貴乃花の初恋。2人は2023年8月29日入籍していたことを発表しています。その再婚のお相手は貴乃花の1歳年上の一般人の A 子さんです。そしてその出会いはなんと30年以上前にまで遡ります。1988年3月に中学を卒業した貴乃花は、兄である第66代横綱の若乃花と共に、父が師匠を務める藤島部屋に貴花田として入門しています。連合が昭和から平成に変わった1989年9月、貴乃花は2度目の幕下優勝を果たし、17歳2ヶ月という若さで十両昇進を決めます。十両昇進を祝って、同級生の一人が主催してくれた会に参加していたのが、当時高校3年生だった A 子さんでした。友達から貴花田のお祝いの会に行こうよ、と誘われたんです。祖母が彼のお父さんの大ファンで、その息子さんなんだと気軽な感じで参加しました。と、A 子さんは当時の二人の出会いを明かしています。そんな気取らない A 子さんの人柄に惹かれ、17歳の時に交際をスタートしたといいます。順調に交際を重ねていき、A 子さんが高校を卒業し大学に進学後、二人は東中野のアパートで同棲を開始しています。部屋の力士たちも暗黙の了解で二人の恋を見守っていたそうです。精神的な支えを得た貴乃花は、相撲で怒涛の快進撃を見せ、十両昇進後も最年少で新入幕、三賞の受賞や金星を獲得するなど、その実力を発揮していきます。そんな多忙な貴乃花を A 子さんは陰で支えますが、この関係は長くは続きませんでした。ある日、貴乃花から、親父と同じ大関になりたいんだ、俺は今相撲に専念したいと突然 A 子さんに別れを告げ、約2年の交際は静かに終わりを迎えたといいます。氷の心を溶かした存在。親父と同じ大関になる。宣言通り大関昇進を果たした貴乃花は、さらに1995年には横綱にまで上り詰めます。2003年に現役引退した後は、双子山部屋を貴乃花部屋に名称変更し、親方として2018年に退職するまで、後進の育成に尽力します。恋愛面では、1992年に女優の宮沢りえさんとの婚約騒動や、1995年に元アナウンサーの河野恵子さんと結婚していますが、2018年に離婚が成立して、それ以降は独身生活を続けていました。一方の A 子さんも、サッカー選手と1993年に結婚し、4人の子宝に恵まれますが、その前夫とは2019年に死別しています。そして2023年3月、ネット上のインタビュー動画で、貴乃花が自身との交際について語る姿を見た A 子さんが、連絡先を添えた手紙を送ったことが、二人の再会のきっかけでした。そして再会後は自然な流れで恋仲に戻り、2023年夏頃に貴乃花から、30年もかかっちゃったね。遅くなったけど、やっと席を入れられるな。と、飾り気のない率直な言葉でプロポーズをしたといいます。誰にも見取られずに最後を迎えたい。とインタビュー動画で語っていた貴乃花ですが、A 子さんと会う中で、ある変化が起きたことも明かしています。その原因としては、彼女の息子さんたちと食卓を囲んだ時、嫌な顔一つせずに受け入れてくれた。生きていてよかった。こういう人生もあったんだと素直に受け入れられた。と述べ、A 子さんとの再会によって凍った心が溶けていくのを感じたと言っています。さらに今後は、結婚式などの予定はなく、すでに同居は開始しているとのことです。貴乃花の女性との別れ方。貴乃花は1992年夏、A 子さんと破局後に行われたテレビ局の対談企画で、女優の宮沢りえさんと出会い、ほどなくして彼女と真剣交際を開始しています。そして1992年10月、二人の世紀の婚約がスクープされ、
人気女優と人気力士の美男美女カップルの誕生に日本中が沸きました。そして11月には2人は大々的に婚約発表を行い、このまま結婚するものと思われましたが、世間を騒がせた婚約会見から2ヶ月後の1993年1月、最年少の大関昇進の内定会見が行われた同日に、2人はそれぞれ時間差で会見を開き、驚きの婚約解消を発表したのです。会見の場で貴乃花は、彼女への愛情がなくなりました。と、淡々と婚約解消に至った理由を説明しています。ファンからは、横綱を狙う者の品格としていかがなものか。と、厳しい意見が飛び交い、ビッグカップルのあまりのスピード破局に、世間に大きな衝撃が駆け巡りました。その後1994年10月には、兄の貴乃花が開いた食事会で、元フジテレビアナウンサーで前妻の河野恵子さんと出会い、新たに交際をスタートします。そして、1995年には貴乃花が横綱に昇進し、婚約も合わせて発表します。すでにこの時恵子さんは、妊娠6ヶ月だったためすぐに籍を入れており、明治神宮で行われた挙式は、国民的スターの挙式として大きな注目を集めました。披露宴では約1000人の招待客が列席し、盛大に開催されました。同年9月には、長男であるタレントで靴職人の雄一さんを出産しています。その後、後に3児の子供を設けました。2004年6月に貴乃花が双子山部屋を継承し、貴乃花部屋師匠として就任すると、恵子さん自身も相撲部屋の女将に就任します。2018年10月に貴乃花が日本相撲協会を退職するまで、約14年間、貴乃花と共に貴乃花部屋を支え続けましたが、貴乃花部屋を閉鎖後は、二人はすぐに離婚をし、約23年の結婚生活に終止符を打っています。相撲界復活の可能性。相撲人生だけでなく、プライベートも波乱万丈だった貴乃花ですが、人生の荒波を乗り越えてきた彼だからこそ、角界復帰を熱望する声も強く上がっています。現役時代の実績もさることながら、相撲道を追求した姿は、今でも相撲ファンの間で、ことあるごとに語られています。指導力にも優れており、師匠時代には貴景勝ら関取3人を育て上げる手腕を発揮しています。実績と指導力を兼ね備えた師匠は非常に稀であり、怪我や成績不振を乗り越え優勝した精神力も、後進を育てるには必要な要素だと言えるでしょう。また、現役引退後は相撲界の改革にも力を入れており、2017年に起きた弟子の貴ノ岩が横綱春馬富士に暴行を受けた事件などでは、力士の品格向上のため、奮闘していた姿も知られています。昨今の相撲界では、力士の相次ぐ不祥事などにより、その品格が問われています。一途で力強く、横綱としての品格も評価されていた現役時代の貴乃花が、私生活での支えを得た今、再び角界に復帰し、その手腕を振るう姿に期待が高まっています。しかし、やはり一人での行動には限界があり、彼を協会内で支えてくれるような存在が必要不可欠とも言えるでしょう。現状では、そのような存在は少なく、さらに対抗する勢力が増えているといった現実から、復帰の可能性は高くはないと言えるでしょう。30年もの時を経て運命の人と再会し、再び歩み始めた平成の大横綱の貴乃花ですが、結婚、離婚、死別など、苦しい時期があったからこそ、ようやく、互いの存在の素晴らしさに気づけたのかもしれません。若貴ブームや、数々の輝かしい功績で角界に多大な貢献を果たした貴乃花が、心強いパートナーを得た今、相撲界へ帰ってくる日を熱望する声が大きくなっています。